はようございます。今日はチャンネル5のみんなの冬休みの一日を撮影していきたいと思います。チャンネル5よろしくね。ママ、7の病院だったからさ、お弁当作っていくから、お昼ゆうこと食べて。いい？よい？今日の朝ごはんは、ピザができたよ。食べて。サナちゃん45分に出よっか。今日は土曜日だから多分道は空いてる。アイちゃん今日留守番しててね。勉強もするんだよ。ピアノも練習。オッケー。ゲームばっかりじゃなくてね。つもり？シールド？うん。はい、今からさなちゃんは冬季講習2日目です。はい。はい、頑張りましょう。寒いね。うん。今日ね、起きた時は0度で、今は1度。寒い。はい、行ってらっしゃい。行ってきやす。知能犬とセルスの英語まで、今日は長丁場ですが、頑張ってきてください。はい。いってらっしゃい。じゃあゆうか来るから待っててね。自習して。いってらっしゃい。はい、今8時30分です。さなちゃんを塾に送って、一回お家に帰って、ちょっとお部屋の片付けとかをしてから、今日はさなちゃんの病院の診察に行ってきます。部屋片付けますよ。はい。いいですか？手伝ってね。あ、タイムリミットだ。行かないといけない。ナナ、病院行くよ。はい。タイムリミットです。また帰ってきてからやる。着替えて。着替えて。アイちゃん行くんだったら着替えよ。アイちゃんもう着替えてる。アルくんもそれでいい？あ、ママも着替えないと。じゃあ病院に行きます。で、アルくんとゆうかちゃんはお留守番。レッツゴーお腹が空いたので病院でご飯を食べて帰りましょう。落ちた。はい、帰ろう。お部屋片付けないと帰って。リビングごっちゃやん、ごっちゃ。リビングまあまあ片付いたかな。なんかまだすっきりできそうな気もするんだけどな。私にやってもらおうかな。うん、ね。
ママがやったらこれが限界。限界を取っときたい。うん、これが限界です。これがママの最大限の努力の結果です。絶対また散らかると思う。はい、じゃあ、ゆうかさんは今から英語の塾です。寒いね、外意外に。いってらっしゃい。じゃあね。さなちゃん、塾お疲れ。髪がボッサだよ。めっちゃ髪の毛ボッサだし、めっちゃ塾恥ずかしかったよ。だってもう疲れたの。さなちゃんは8時半から4時まで頑張りました。4時だったよ。5時だったっけ。頑張ったね。ゆうかさんは4時半。4時40分から5時40分。ゆうかさんが今から先輩にあげるプレゼントを買いに行きます。ご飯も食べて帰ろうね。さあ、今ゆうかさんのプレゼントの買い物が終わって、今からご飯です。はい、イタリアンです。じゃあ豆でいいよ。おミスユーと僕がめっちゃ美味しい。よかったね。今日はご飯作らなくていいからいいわ。はい、みんなお風呂に早く入るよ。これが終わったら入るか。お風呂沸かしてください。何お風呂沸かしてください。お願いします。ママ疲れたから。ありがとう。今日の練習宿題の明日の感じね。永遠と感謝は知らなかったけど、カメラ。あと今日の感じです、そんなんで。すごくね。ピタピタピタ。じゃあ、丸付け。昨日のとこも全部丸、全丸。全丸で、ほら。だから家なんで、爪。父は急いで家を出た。父は急いで家を出た。え？父は家を急いで出た。じゃあ、これ自信ない。クロの鳴き声が耳の底に残って離れません。クロの鳴き声が耳の底に残って。すごい！すげえ！あとは全部丸感じだから。じゃあ、さなちゃん、丸付けが終わったらお風呂に入って寝ましょう。いいよ。あ、算数しなきゃ。おやすみ。おやすみ。